6月7日、町平尾町にある松阪市リサイクルセンターに柿野小学校の4年生が訪れ、資源物の処理方法やリサイクルの大切さを学びました。この日、松阪市リサイクルセンターに訪れたのは柿野小学校の4年生12人です。環境学習の一環として訪れました。最初に案内ビデオを鑑賞し、資源物がどのような流れでリサイクルされるのかを学びました。これまで各地域で違っていた。この後は実際に施設内を見学しました。種類ごとに分けられた資源物の選別作業や 3R と呼ばれるリサイクルのキーワードについて、またゴミを出すときの注意点などを職員から説明を受けると、児童たちはメモを取るなど真剣に聞いていました。3つ目、リサイクル、再び資源として再生利用しよう。これが 3R の意味です。パッカー車の説明では、一度に詰めるゴミの量が何トンなのか、また車の種類によってどんなゴミを回収するのかなど話を聞いた後、パッカー車へゴミを入れる体験をしました。はい、はい、入れて、はい、はい、ここ手に、ここ手に。いろいろゴミがどんな風に分かれるのかが分かりました。いろんなゴミのことが知れてよかったです。松阪市グリーンセンターが回収した平成29年度の資源ゴミは、重量2286トン、換金するとおよそ4150万円、年々ゴミの量は減っているということです。